どうも女です。私はですね、今ドイツフランクフルト国際空港に来ております。ということでですね、私のですね、世界一周航空券 の旅もですね、南米をですね経て、こちらヨーロッパにやってまいりました。ということでしばらくはですね、ヨーロッパ編が続くと思いますけども、どうぞよろしくお願いします。まあ、それでフランクフルトなんですけれども、私はかなり久々にやってまいりまして、まあ過去にね動画も実は出したことあるんですけれども、そうだね、かなり久々で、どうやってね市内まで行くんだろうみたいな感じなんですけども、先ほどですね、Google マップで調べたところですね、電車がまあ市内までフランクフルト中央駅までは出てるということで、まあそれに従ってですね、そのまま行こうかなというふうに思ってます。ネットに関してはグローカルミーというです、私の持ってるもう Wi-Fi ルーターを使ってユーロも持っておりますので、ね、もうそれで行こうかと思います。ということで完璧だな。でコロナの検査場もあるんだね。こんな風に、ね、看板も設置して、きれいに設置していて、いいんですけども、どこにあるんだ、トレイン。とりあえずちょっと探してみます。あ、トレインでここにありましたね。これかな。こちらですね、まあ、エアポートシティモールっていうのがあるね。前回はね、オミクロンの、まあ、影響で、まあね、今もねオミクロンは蔓延しておりますけれども、まあ、スイスから、まあ、12月に昨年の、ね、帰国したということで、まあ、ヨーロッパ自体意外と、ね、3ヶ月ぶりとかそれぐらいになるんですよね。横にくっついてるショッピングモールでファーストフードを食べたんで、マック、さすがにもう先ほどね機内で食事食べたんで、今ちょっと食べたいとかそんなことはないですね。もうちょっと置いておきましょう。まあドイツに来たんでね、せっかくなんで、まあ、ドイツらしいものを食べたいとは思ってるんですけども、でホテルもね予約しておりましてですね、素敵なちょっとホテルをですね予約しておるので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。私がどこに泊まるのか、皆さんもね知ってるホテルなんですけれども、ぜひ予想してみてください。こんな感じで SIM カード持ってますね。これかな、これで買うのかな。シングルトリップフランクフルト、チケット買おうとしたんですけども、また別のところに来て、なんか133ユーロと13ユーロなんですよね。なんかこんな高いはずはないですけど、なんか違うみたいですね。フランクフルト中央駅に来たんですけど、わかんねえな。なかなかちょっと私には理解できないです。買わなきゃ、チケット売りはないんだよな、もうな。出てきた、これや。そしてこれ買えた。どこになるの、こっからなのかな。あ、よろしくです。優しいですね、皆さん。ありがたいです、感謝。なんかでもこれじゃないっぽいな、違うのかな。もう自分がねどこに行ったらいいかのわけわからないようになってますね。多分もう自由席なんでね、次の電車乗ればいいだけだと思うんですけど、こういった時にはね大体ブログに書いてくれてる人がいるんで、事前に勉強してどんな感じかみたいなね調べるっていうのが一番いいとは思うんですけれども、まあ、最近はねコロナ禍でちょっとねブログの最新情報っていうのをですね載せてる人はかなり少なかったりするんですけど、それでもまあまあまあ大体はね過去に書いてもらったやつをですね見させてもらって感謝って感じなんですけど、今回ちょっとそれを怠って、めんどくさいからまあ流れで適当に行けばいいやと思ったんですけど、なんか それではうまく いかなさそうな感じがするんですけど、どうですかね。こんな風にCOVIDテストで受けれるところもあるんで、これは空港にあるのは便利ですね。ヨーロッパは大体あるのかな、空港に。それなりに並んでますね。4番ホームじゃないか、こっちかな。で迷ってしまったというか、距離がだいぶあったんで、乗りたいやつにだいぶ遅れたんですけど、ここから20、15分ぐらい待ちですね。ミュンヘン行きのやつにですね乗りまして、私はフランクフルト中央駅もうすぐ着くとは思うんですけど、はい、行くって感じですね。 Google マップにもちゃんと出てきてます。あ、綺麗ですね。
寒くないとは言ったんですけど、だんだん寒くなってきたんで、とりあえずはニューヨークと同じような感じで、はい、私の持ってるマックスの防寒着を使ってですね、これでホテルに向かおうかと思います。フランクフルトの標高ってどうなんだね。ずっと南米では標高を気にして生きてましたからね。おお、低いということで、私のね、食欲も戻るかもしれないですね、これで。いや、ヨーロッパに来てね、電車がたくさんね走ってて、いや変わりましたね、南米とね。ヨーロッパモードにしないといけないね、気分は。無事フランクフルト中央駅ですね、これが行ってくれそうです。めちゃめちゃ綺麗ですね、車両自体。もう9分でね、着くみたいなんで、もうこのまま立っとこうかと思います。なんかでもよくよく考えたら、私あれフランクフルト来たことないかもしれない。ミュンヘンはねあるんですよ。そうだね、フランクフルト乗り継ぎだけかな、来たことあると思ったんですけど。というわけで初フランクフルトですね、多分。10分の電車でも1500円って高いな。綺麗ですね。フランクフルト中央駅でございます。それでね、今回のホテルなんですけれども、なんとですね、このフランクフルト中央駅から約徒歩5分、違う4分、それぐらいですね。めちゃめちゃ立地のいいね、ホテルです。果たしてじゃあどこでしょうか。本当にこの近くにあるのかな、はい、それでは行きましょう。ここからノンストップで、このインターシティホテルではないんですけど、本当にあった。このですね、フランクフルト中央駅のですね、超真横、本当にもうカメラ、タイムが4分になってるんで、多分カメラ持ってなければ、多分 Google マップだけ見れば3分ぐらいで来れたと思います。はい、ということで、東横インでございます。はい、今回の宿泊、フランクフルトお世話になるですね、ホテルは。ね、こちらのフランクフルトになんとですね、東横イン、まあ、皆さんね、ご存知と思いますけども、あるということでですね、私、まあ、以前から知っててね、まあ、機会があれば泊まりたいなと思ってたんですけども、やっとこの日が、来ました。母語だからやってきてですねまあ日本からね直で来ればね、って感じかもしれないんですけども、まあ全然私の場合は、ね、しばらくにね、日本、まあでも2週間ぐらいなんですけどね、まあ帰ってないんで、ここで日本を少しでも感じれたらいいと思いますし、東横インの看板はそっくりですけども、すごいもう建物自体がねめちゃめちゃおしゃれでね、入り口なんてあれ東横インかいってぐらい ね赤いね、感じで変わりつつも、でもやっぱり東横インみたいな、そんな不思議な空間ですね、中に入ります。寒いんで、中では日本語通じるのかな、分かんないな。とりあえず行ってみようか。入れん、カードがないと入れんのかな。ダーフォン、ヒア、セキュリティはあれですね、かなり厳しいですね、夜で。ハロー、ミカネです。あ、チェックインプリーズ。イエス、はい。
ハロー。あ、わかりました。インターネットの数は3分に使います。わかりました。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。無事チェックインさせることができました。ここは朝食会場かな、うん、なんかめっちゃ日本と一緒だね、うん、というわけでじゃあもう部屋に早速行きましょう。707ということでこんな感じでしゃぶしゃぶの注文はと15ユーロで18時から23時そこか。こんなふうに水もここは別売りみたいですね。 1.8 ユーロコーラとかまあ220円とかでまあまあまあ自動販売機でねビールもたくさん売ってますね。行きましょう。一番高いところにしていただきました。こういったの書いてくれありがたいですね、うん、日本っぽいですね。説明されてもね忘れちゃうからね後で。というわけで、ね、やってまいりました。なんかおお、東横インっぽさがかなりありますね。行きましょう。フランクフルトの東横イン。お、扉めっちゃ重い。ここは一緒。おい、完全あれじゃないですか、東横インじゃないですか。あのこちらがですね、フランクフルトのある東横インでございまして、いや日本とまあ一緒ですね、うん、ね、東横インは成田空港のところね、あの確認の時にですね、6日間、まあ、お世話にね大変お世話になりましたけれども、あのその時と、まあ、同じようなね、あの ほぼ同じような作りですね、うん、すごいこれを再現できているのは、うん、ここのね冷蔵庫とかも同じサイズですし、ね、金庫とかもテレビもここに、まあって、ね、鏡とかも一緒じゃないかな、うん、すごい、ね、こういったところもこれも一緒だよ、ね、エアコンはあの三菱のものでございまして、まあ、十分ですね一人で、ね、旅行するのであれば、うん、まあ、ここですよね。気になるのは水回り、ここも再現できてるのかな。では開けましょう。あ、一緒だ一緒だ。ちょっとでも匂いがあれだ、違う、掃除する洗剤が違うんでしょうか、うん、そこだけはね唯一違うんですけども、それ以外は全く一緒だ。バスタブがねあるのはねグッド。バスタブあるホテルはニューヨーク以来もうほぼないんで、もう今日は2回ぐらい入ろうかな風呂に、うん、まあこのような、まあ、素敵なですね、まあ、東横インのフランクフルトの中央駅すぐそばにあるということで、ちょっと今回ねやってまいりました。それで外の眺望に関しては、おお、はい、あ、大丈夫ですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、してます。はい、はい。何の話かっていうと、あの、そう、あの、東横インね、直で予約したら、会員、私、まあ、会員ね、もともと私、あの、プノンペンでね、あの予約して、そこはね、残念ながらね、東横インね、あの、閉店しちゃったんですけれども、あの、まあ、それをもう全然日本で、まあ、ちょこちょこ泊まってたりしてたんで、あの、使ってたって感じなんですけれども、あの、残念ながら、あの、フランクフルトに、関してはあのプラスチックのね会員カードしか、まあ、ダメよっていう風に言ってたんですけど、なんかあのデジタルのやつでもね、あのなんか使えるよみたいな感じで、先ほどちょっと電話いただいたんで、また来てくださいみたいな感じで、うん、まあちょっとねポイントもつけさせていただこうかと思います。その電話でございました、うん、それで値段に関してはだいたい8000円ぐらい、うん、でございました、うん、朝食無料なんで、うん、あの観光税として2ユーロか3ユーロか、うん、取られるということで、なんか仕事で来たらただみたいなんですよね、うん、そう、でも観光で来たら3ユーロ取れるということで、もうしっかりあの観光税もね支払ってという感じでございます。先ほどの眺望ですね。もう眺望に関してはね、ここは真似できないんでね、日本とねもうね隠しきれないヨーロッパ感がねあの見えますね、うん、私はねあの今回のまあ、 あの世界一周の航空券の旅に関してはフランクフルトはですね、あの2泊あのする予定でございます。まあ、それでもう今ね、あの4時半とかになりますんでね、もう実質的にだから明日ぐらいしかねちゃんと動ける時間ないんですけども、うん、あのまあでもしっかりあのフランクフルトね楽しみたいと思います。とりあえずコロンビアからやってきたということもありまして、ちょっと休憩させてください。はい、まずはちょっと外に出る前にお風呂を。
入りますね。あっ、いやー最高ですね。そう、やっぱりバスタブがね、海外であるって言っても、やっぱり日本のバスタブとはちょっと違ったりして、このなんかバスタブに入ると落ち着きますね。コロンビアからお疲れさんですというので、ちょっと入らせていただいております。早速最高ですね。なんかもう日本に帰ってきて隔離生活をしてるみたいです。ゆっくり寝ようかと思ったんですけれども、ちょっとね、このまま寝てしまったらね、起きた多分夜中でお腹空いて何もやってないみたいなね、パターンになりそうな気がしたんで、ちょっと外に出て、せっかくなんで何かいただこうかなと思います。開くの遅いね。もしかして皆さんの中で晩ご飯ね、しゃぶしゃぶ食べるんちゃうかって思われた方いらっしゃるかもしれないんですけれども、それは大正解で、食べようと思ってたんですよ。ただ今ねコロナでちょっと店をずっとやってないということだったんで、仕方なくと言ったらあれですけれども、外で食べないといけないと。いや、しゃぶしゃぶ食べたかったな、はあ、せっかくドイツまで、ね、来たということで、ドイツらしいソーセージの店とかちょっと行ってみましょうか。お酒ね、やっぱりビール有名ですけれども、飲まなくても食べさせてくれるかな、追い出されたりせんかな。ここはアラビア料理かな。ドイツはね、こう見るとなかなか日本車が少ないですね。ベンツとかフォルクスワーゲンとか、ここ珍しいな、日本車ここ一列全くなかったんですよ。ホテル近くでね、というかホテルで紹介されてたところなんですけども、ソーセージが食べれるお店ということで、こんな感じなんですけど、入りづらいなお酒飲めないと、なんかそんな雰囲気ですね。でも行ってみるか。ほら、はい、はい、どうも。すごい日本語話す。あ、それだったあれね。お、しかも日本語のマークというので、JAL のねステッカー入ってくるすごい日本語メニューあるんだ。さすが東横に近くのとこだな。みんな来るんだな、ここに。よし、じゃあ頼みましょう。 JCB どうぞ。 JCB の人が訳したのかな。こういった結構あれなんかな、泥臭い営業してんのかな、翻訳するんでって。JCB 使うようお願いしますみたいな、そういうのは強いっすね。あ、ここの亭主あれなんだな、飛行機好きなんだ。お、珍しいね、本当に。いろいろね、アビアンカ航空とかあって、あそこにね関空のねロゴがあるんですよ。見えるかな。そう、関空のねキャラクターがいるんですよね。そう、わあ、すごい、それはいいですね。いただきます。ほら、では乾杯。甘いね、うまいね。いや、でもドイツまで来ましたね。なんか安心感半端ないですね。ね、ANA とかも就航してますからね、フランクフルトは。気持ち的な問題ですね。南米はやっぱりね、遠くにいる感がありますね。そう、そう、ビジュン、ビジュンですか。あ、OK、グラシネスじゃなくて、ダンキ。すごいな。こちらがソーセージとポテトとキャベツかな。すごいね。これは何だろうな、マスタードマスタードかな。うわ、やばいな、うまそうだな。これは何からいくか、ちょっとキャベツか、普段いかないキャベツからちょっと。うん、あったかくてちょうどね、ちょっと冷え込んで不安くるとぴったりですね。まあ、お酒があればね、この目の前のやっぱりね、ソーセージいっちゃいましょう。よし、うん、いや、これうまいわ。標高低いところに来たから、それのあれもあるかもしれないですけど、食欲が出てきた、
うん、あったかい料理ってうまいね。このキャベツめっちゃ美味しいわ、うん、マスタードこんな感じ、うん、うん、ゆっくりいただきます。はい、ということで大変美味しかったです。この値段になりました。 9.8 ユーロだったんだ。それあのね、ペプシー2杯ということで、はい、合計それチップ 10% 乗せたので、まあ、20弱ぐらい、2200円とかな。大満足です。 ありがとうございました。ありがとうございました。優しいもんですね。いや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 、本当に入る前はねどうかと思いましたけれども、行ってよかったです。まあ、ここからどんどんねお客さんが入ってくるんでしょうね。それでね、あのワクチンパスポートを見せられ、あの提示を求められましたし、ホテルもねあの求められたりとか、今現在3月現在だとドイツはスイスみたいな運用してますね、前回に。ただなんかヨーロッパはね、あのワクチンパスポートもうなくなってきてるっていう国もあるらしいんで、これからなくなるかもしれないですね。ホテルに戻るだけであれなんで、あのせっかくなんで、まあ、散歩中という感じなんですけど、綺麗ですね、フランクフルト中央駅。あの明日以降街をブラブラ歩いていこうかと思います。唐突ではございますが、今回ですね、あの私がこの旅行中にですね、あのめちゃめちゃ使わせてもらっているですね、NordVPN をですね、あの紹介させてください。NordVPN に関してはですね、今回ですね、2年プランが大幅値引きになるですね、あのクーポンをですね、あの用意ですね、あのしてもらってますので、ぜひね、あのご検討してみてください。コロンビアの小野田でございます。まあ、こういった海外に来てですね、まあ、おしゃれなカフェに来たりとか、皆さん経験ありますよね。まあ、それで私、今、コロンビアコーヒー飲んでおりますけれども、うまいね、うん、こういったカフェに来たらやっぱりまあね、あの皆さんあの Wi-Fi ね、あのパスワード教えてもらったりとかして、ここでねちょっと休憩しながら、まあ、情報収集とかして、まあ、あのコロンビアであればまあなんかおしゃれなねレストラン探したりとか観光スポット探したりとかあのすると思うんですけれども、まあ、そんな時にですね、まあ、こうやってフリー Wi-Fi 使ってるとですね、あの他の皆さんとですね、まあ、Wi-Fi シェアしてるということもありまして、まあ、非常にですね、まあ、危ないというですね、あのところもあります。特にねクレジットカードでですねホテル予約とか、あとはまあこう銀行口座チェックしたりとか、まあ、なんかログインしたりとか、そういった時にですねぜひあの使っていただきたいのがあの NordVPN でございまして、 VPN に接続することによって他人からですね覗き込まれるみたいなねこともですね、あのなくですね、インターネットにですね、アクセスすることが可能となります。まあ、それだけじゃなくてね、例えば今ね、コロンビアにあのいてですね、まあ、日本のね、サイトとか見てるときに、まあ、海外からだとね、あの見えませんみたいな、そういったこともあると思います。まあ、そういったときでもですね、この NordVPN を使ってですね、日本にはですね、アクセスすることによってですね、まあ、そういったコンテンツもですね、あの視聴できたりですとか、まあ、そういったこともですね、あの可能となっております。まあ、それで今回ですね、まあ、非常にですね、お得なあの、ね、特別プランをですね、あの用意してもらっておりますので、ぜひね、あの興味ある方はですね、あの概要欄に詳しく入っておりますので、あのチェックしてみてください。この動画を撮っている間ですね、あのどこに私がいるのか、あのどの動画をですね、あの皆さんが見ているのかっていうと、ちょっとね、予想もできてないんですけど、多分ヨーロッパあたりにいると思うんですけども、あのぜひね、あの引き続きあの、ね、本編をですね、あの楽しんでいただければと思います。また、NordVPN をですね、あの契約していただいた方であれば、追加料金なしでですね、新たにですね、スレッドプロテクションというですね、あのサービスもですね、あの使えるようになりました。まあ、こちらはですね、まあ、マルウェア、コンピューターウイルスからですね、あのデバイスをですね、あの守ったりですとか、あとトラッキングや悪質な広告をですね、ブロックしたりとかですね、あのそういったですね、あの機能が加わっておりますので、まあ、ぜひね、あの契約していただいた方はですね、使っていただきたいですし、あのこれからですね、あの契約していただける方はですね、あのこちらもですね、使ってみてください。ということで、あの CM タイム終了でございます。あのご視聴ありがとうございます。部屋に戻りますけど、意外とでも夜はね、あのいろんなね、あのドイツの方というか、ヨーロッパの方というか、そういった方々もですね、結構いらっしゃいましたね、ヨーさん。でもアジア系の人は多いですね。もちろん日本人の方もいらっしゃると思います。日本人には限らないと思います。それでは本日2回目のバスタブです。いやー、
今の私にとっての5つ星ホテルです。ここだけ見ると本当にもう東横にいるんですかみたいな感じだと思いますけども、このコップも ねそう同じなんですよね、うん、やっぱりまあね、まあいろいろ戦略はあると思いますけども、全くこう同じやつを持ってきた方が、まあ、こだわりがあると言いますか、まあいろいろねメリットもあるということなのでしょうか。私にはちょっとねなかなかねそこら辺のホテル経営ってとこ分かんないんですけども、でももうね面白いですね、うん、それでねちょっと壁が薄いのがなんかさっきから横の人のねすごいいびきが聞こえてるような気がするんですけど、すごく快適に過ごしておりますけれども、唯一ね私のね日本のホテルで、ね、もうね一つだけちょっとね変えてほしいところなんですけど、枕をねそう2つね、まあ、1人で泊まっているとしても2つ置いといてほしいですよね。こう抱き枕、うん、やっぱりこうしながら寝たいんでっていう個人的な話なんですけど、昨日ねボゴダで泊まった4ポイントバイシラトンは一ベッドに4つありましたからね、こっちは東洋公園本家と一緒で一つですね。まあそれであと歯ブラシとかヒゲ剃りとかそういったアメニティはなくて販売してるみたいです、フロントでね、まあ、そこが違うかな、うん、まあ、ヨーロッパは結構ね多分エコとかそういったところにいろいろあると思うんで、日本より多分進んでるんでね、そんな風にしてると思います。チェックインの時にこれねもらったんですけれども、ここに書いてあるの見えますでしょうか。ミニットバスをご利用の際必ずドアを閉めてやってください、火災報知器が鳴りますよみたいなのね、私実はこれ会社員時代の寮で一回やらかしたことあるんですよね。私結構開けてねシャワー浴びたりとかするタイプでして、それこうそういうのは知らなくて湯気が出てね、そのままもうコンコンってそのままそのまま警報が鳴っちゃったっていうね、しばらく経ったらね治ったんですけども、まあ、それはね本当にちょっとね申し訳なかったんですけども、そういった経験がありまして、それを言うのをやめてくださいというので、まあドイツに関してはですね火災報知器が発動すればですね消防車が来るようになってるのかな、まあ、それでその時はですね450ユーロをですね支払ってくださいということなので、十分気をつけてくださいとですね、そのようなこともちょっと書いておりまして、私もちょっと使う時にねちょっとビクビクしてたんですけど、ならなかったですね、よかったですね、うん、消防車を呼ぶのは有料になるのかな、そんなねことも書いてたりするんですけども、そんなね結構あったりするんですかね、やっぱりバスタブとかあったらね、うん、やっぱりまあ海外ということで全くね日本と同じようにはいかないですけども、少なくともね南米から来た私にとってはですね、もう本当にバスタブ含めて楽しませていただいております。それ明日もね朝食付きということで、なんとですねなんか調べてみるとですね白米もねあるというふうなことで、私はもう今から楽しみに仕方ないんですけども期待してますということで、もう今日はねこちらでゆっくり寝ようかと思います。では皆さんおやすみなさいませ。おはようございます。ドイツフランクフルト2日目でございますということで、ちょっと時差ボケかな、なんかすごい眠いです。コロンビアまだ夜だと思うんですけど、で今8時とかそれぐらいでございまして、よく晴れております。まあ、ただね今日は朝食をついてるということで、はい、頑張っておきました、うん、じゃあ今からね準備して1階の方に行ってみたいと思います。果たしてどんな感じでしょうか。時間も日本と一緒じゃないからなんかね。これも東横の敷地なのかな。そうだね、部屋から見えるとこね。このテラスがあるのは、ね、日本にはなかなかないですね。そこがしゃぶしゃぶ食べれるとこなんだ。朝ごはんなんですけど、だいぶシンプルですね。というか、ソースしちゃった。とパン。日本食が一切ない。ご飯があるって言ったの。ということで、まあ、いただきましょう。
金かかるんだ。お金かかるんだ。朝ごはんはこちらになります。でもめちゃめちゃ美味しそうですね、うん、いやもう完全にねご飯食べる体勢になってたんで、ちょっとねあの全く日本食がないっていうのは想定外だったんで大丈夫です。ここはねドイツですからね。これもちろん日本人の人は多分ね違和感なくねあの食べれると思うんですけども、結構現地の人とかはねどう思うんだろうっていうのはめちゃめちゃ気になりますけどね。でも普通にねあの食べてますね。ここは日系のホテルっていうのはご存知なんでしょうかね、うん、この景色を眺めながら、はい、いただきます。景色だけはもうねあの日本とはかけ離れておりますね。久々のレタスな気がする。多分素泊まりっていうのはないと思うんで、これは東横インと一緒ですけどね、あのゆっくりいただきます。これありがたいですね。コーヒー2号とかもね書いてたんで、あのてっきり無料かと思ったんですけど、確かにフリーとは書いてないですね。もう掃除もないのかな。こう決して他の人だけじゃないんだ。ではもうねフランクルタ実質今日1日しかないんで、はい、今からですねもう早速街をブラブラしたいと思います。外に出てきましたけれども、若干なんかでも時差ボケっぽいですね。というか時差ボケではなんかぼーっとするわ。結構ねごまかせるかと思ったんですけどね。それでねあのさっきねあのちょっと ANA から電話がありまして、あっちの第一声が大変申し訳ないんですけれどもみたいな感じだったんですよね。まあそれでうわ嫌な予感しかしないなと思ったら、まあちょっとねいろいろあったんですけども、またそれはねちょっと次の今夜ちょっと話します。あのまたルートとかそういった話でちょっとガチャガチャしてて航空券の結構がっつり変えてるんで、またそれは次行くところも含めてあの夜説明します。ではとりあえずはなんとかなったんで、はい、フランクフルトの街をって感じです。日付差があるですね。フランクフルトの朝でございますけれども、あのここからねまっすぐ進んでいけばレイマー広場っていう、まあ、広場があるらしくて、まあ、多分そこら辺がなんか観光スポットというかオールドタウン的なところになるのかな。ということでちょっと今から出ます。はい、ということで、あのね、フランクフルトに関しては、かなり高層ビルもありまして、まあ、ね、金融街のイメージもありますからね。またね、ドイツもね、大きくてね、ベルリンとかだと全然ね、雰囲気やっちゃいますけども。来てまいりました。まあ、途中ね、あの、人が全くおらずにね、あの、冬といえども、これはちょっと寂しいなと。いうふうに思ったんですけど、ここまで来ればさすがにいろんな方がいらっしゃってちょっと華やかな感じになりますね。ああ、かわいい街ですね。はい、ということで、ああ、上段系。わあ、でかいな。でかいな。よかった、でも。でかい。ありがたい。何も言わんででかいのね。ということで、あの、まあ、全然ね、ドイツは関係なくね、イタリアンって書いてるんで、ですけれども、ちょっと場所が良くて、すごいポカポカしてたんで、あとね、ちょっとコーヒーが飲みたくて、はい、やってまいりました。というわけで、デカップ、いただきます。うん、気持ちいいね。
タリアも行きたいね。イタリアもね、前回ベネチア行きましたけども、今回はね、イタリアはね、まだ ルートには入れてないんですよね。本当はね、入れようとしたんですよ。まあそれもまた いずれは話そうかと思います、ルートの時に。なかなか世界一周航空券で、そう ルートがうまく組めずにって感じです。ちょっとイタリア難しそうです、今回は。あの390だったんで、あの500円ぐらいですかね。まあ場所代考えるとすごいお得でしたね。ということで、あの気持ちよかったです。ではまたいろいろ巡りましょう。ここはですね、鉄の橋というところでございまして、あのマイン川というですね、川でございまして、ここからクルーズも乗ることができるみたいですね。ここはまああのね、ダウンタウンで、あのまあ一方であっちはね、たくさんの高層ビルが建ってるんでね、まあ、新市街ということで、ビルと歴史がね、あの交わる、あのこのフランクフルトですけども、まあ、結構ね、乗り継ぎでね、来たことあるけど、こう市内に出たことないよみたいな人もいらっしゃるんじゃないでしょうかね、うん。まあ、私の場合もうね、発車されますんでね、まあ今日はもうソーセージとかね、あの美味しいもん、あの食べまくりましょうか。ここには南京錠がね、たくさんありまして、はい。まあでも2021とか最近のやつはあるんで、あ、なんかあんまり最近はね、こんなのするイメージないですけどね。で、割りかし最近のものも多いです。はい。せっかくなんでね、まあ、船に乗ってみましょうか。あそこに書いている通り、50分のクルーズで、あの12ユーロとか1500円とかそれぐらいですね。 No cruise tomorrow. OK, thank you. あ、今日やってないんだということで、残念ながらやってないということです。人はいるんだけどね、まあ、仕方ないんで、ね、ひたすらまあ歩きましょうか。鐘の音がラプタということで、ちょっとテンション上がりつつ、もうあのね、1時になりますということで、あの YouTube プレミアライブね、あの時間変わりまして、あのこっちだと時差が日本に近くなるんで、あの昼ぐらいなんですよね。逆にもうね、あの朝とかの都合が良かったんですけどね。あのね、皆さんいつもありがとうございます、見ていただいて、まだセントマーチンまだ出発したばかりなんですけど、動画内の私はね、もうね、あの結構でヨーロッパまで来てますという感じで、私も参加させていただきます。はい。無事終わってないな。いつも無事終わりましたって言うんですけど、すいません、途中でプレミア公開があの終わっちゃうというですね、あのエラーをやっちゃいましたということで、ちょっと明日また再度あの準備して公開というので、すいません、あの見てくださった方申し訳ないです。途中でなんかね、あのブツって切れる感じなんで、書き出しがうまくいってなかったみたいです。フライトなんだよな明日な、ちょうどプレミア公開、仕方ない。まあもうちょっとこれ以上遅らせるわけにもいかないんで、明日はちょっとプレミア公開はあの皆さんもうね、見ていただいてると思うんですけれども、私不在でということで、あのさせていただきたいと思います。悩んでも仕方ないんで、もうそろそろお昼ご飯の時間帯といいますか、もう1時とかなりますんで、ね、あの2時か、あの今からお昼ご飯食べに行きたいと思います。朝結構がっつり食べたんで、あれですね、まあ、そんなにもお腹減ってなかったんですけど、こちらが大聖堂ですね。パウラナというですね、ドイツ料理のお店、ビールメーカー直営のドイツ料理レストランということで、 Google マップのおすすめは 99% ですけどね、あの私にドイツビールのお店を勧めるなんて話ですけど、まあでもドイツ料理、まあ、ソーセージとかね食べれるみたいなんで、ちょっと行ってみようかと思います。このもう大聖堂の裏です。One person? Yes, sir. Inside, outside.
inside, please. Inside. I need a negative test for your vaccination. Ah, okay. Vaccination. Two dose Pfizer. Okay. It's... Get it anywhere you like. Okay. Ah, yes. Can I order this one? Yes. Okay. And the pretzel? Yes. And the Coke Zero, please. Small or big? Big, please. Thank you. ということで、こちらいただきます。おお、白いソーセージね。めっちゃボリュームあるなというか、これ一人で食べるもんじゃないな。盛り合わせみたいな感じかな。白いソーセージっていうのか。めっちゃ脂出る、柔らかくて美味しい、ポテト、白いやつはちょっとハムみたいですね、これもソーセージか、なんかカレーの粉みたいなやつ、カレーだ、しっかりキャベツ、うまいね。パンフリッツ。昨日に引き続きめちゃめちゃ美味しいです。Google マップにも日本人の、ね、口コミあって日本語メニューもね、あるということなので、来られた方もいらっしゃるかもしれないですけど。夜になったらね、盛り上がるかもしれないですけど、今結構、ね、すぐに、利用できるみたいな感じになってますね、ということで、ゆっくりソーセージいただきます。パワーつけます。で、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you. 日本人のお客さんが来るようなところだと、ね、ちゃんとと言いますか、日本語でというのと、すごいね、24ユーロでチップはね求められるんで、多分アメリカだと 20% ぐらい、あればまず間違いないと、問題ないかと思いますけど、ヨーロッパ多分 10% ぐらいでいいとは思いますけど、合ってます？ヨーロッパ在住の方、人によっても全然違うと思いますけど、よかったら教えてください。 10% がね、支払っておけば間違いないかなっていう認識なんですけど、私はヨーロッパは、ちなみにヨーロッパは結構はね、トイレがねなかったりするんで、美術館とかなんかそういったところに行きますね。街中になかったですね、紅茶レストランとかね、カフェとか行ったら行っとかないといけないですね。特にそのでっかいコーラも飲んだんで。ソーセージをね食べた後はちょっとカフェでもう一杯コーヒー飲んで、ちょっと眠いということもありますね。時差ボケ対策でカフェインを入れますか。ドイツはバームクーヘンとかね、いろいろ。エクレアも大きいね、すごいね。いろいろデザートも充実してますね。なんか食べようかな。エクレアでやっかいな。Hello, can I get a cafe mocha grande size and one eclair? Eclair? Yeah. From here? Here. Okay, cafe. いらっしゃい。はい、それではこちら。エクレアめっちゃでかいね。8.7 ユーロなんで1000円ちょっとぐらいですね。ということで、なんか伊勢海老みたいにでかいエクレアです、はい、あとカフェモカでは、いただきます。なんかそんな甘ったりとか何、意外とあっさりしてますね、エクレア。カフェモカの方が甘いかも。ケーニヒスクローネのですね、エクレアを食べて育った私がですね、本場でちょっとね、こんなでっかいエクレアをいただけるとは。もっとね、ケーニヒスクローネはちっちゃいんですけども、神戸は、ね、他にケルンっていうパン屋があって、僕もね、よくそれを食べてたりしてたんで、
あのね、ケルンはね、町名ですけども、実際にね、ドイツありますけども、あとミュンヘン、あれも神戸だよね。白井さんがね、働いてたんだよ、昔ね。そう、ニューミュンヘンって、あの大阪にもあったりしますけど、東京にはないのかな。あれも、あれ、そこは唐揚げが有名ですけども、本場でも唐揚げはあるのかな、うん、そこは謎ですけども、結構神戸はドイツ絡みの料理屋が結構あったりして、うん、まあ、こうやってね、本場でいろいろ食べれるのは嬉しいですね。バームクーヘンも食べてみたいですけど、あれは結構ドイツ本場ではなんかマイナーななんか料理みたいですね。皆さん外で食べてますけど、いや、幸せですね。ゆっくりいたしまして、まあ、今あの、ね、3月 の、 まああ の、 ね、あの中旬ぐらいになりますけれども、あのウクライナのこととか、まあ、ちょっとね、あのデモが行われてたりとかもしますね、うん、ただフランクフルト自体はもう本当に、まあ、普通通り皆さん過ごされてるのかなっていう印象です。逃げないね、パッパッて。ちょっとね、あのホテルで休憩しておりまして、もう真っ暗ですね。これマジうまそうだよ、本当にね、うん、それだけにとても残念です、やってないというの。真っ暗。夜になるとレストランとかね、バーとか混み始めますね。昼はあんまりいなかったですけど、うん、日本料理屋ですよ、見つけましたけど、反橋屋って読むのかな、胡椒味噌ラーメン、12ユーロ。ドイツはラーメン、まあ、物価指数にはなりますけども、またねラーメンもねいろいろクオリティにもよりますけども、スイスの3000考えるとねだいぶお手頃ですね。スイスって高いんだな、うん、それドイツもフランクフルトは多分ベルリンよりも高いとは思いますけども、うん、あのでもまあ12ユーロとかねラーメン食べれるということで、まあ、でもラーメンはねあのボゴだね、食べたで、あれを食べるっていうのはですね、あの予想かと思いますけども、まあ、ただねちょっと次行く国がね、あの多分また日本食とかあの食べる機会がなくそうなんで、ちょっと今日ぐらいはね、あの、まあ、日本食といいますか近いもんといいますか、でそういったもん食べたいなと、まあ、ソーセージもねあのいいんですけれども、うん、ここかな、昼ぐらいに見つけたんだよね、混んでなくて空いてれば行こうかなと思ってるんですけど、バゲットのお店がありますけど、私が食べたいと思ってるのはあのこっちのフォーの方です、はい、では行ってみましょう。やばい、大変ですよ。あ、and one water。 ワッサーね。お、めちゃめちゃうまそう。ということでこれで11ユーロなんで、まあ1300円とか1400円とかそれぐらいですね。ちょっと高いな、うん、まあ、ね、でもあの肉もたっぷり入ってるんで、うまい、うん、あ、うまいわ。パクチーとかも全部いっちゃいましょう。やっぱドイツはね、いろんな食がありますね。普通にね日本食レストランもあったりしますし、で、まあ、今回ちょっと東横インに、ね、泊まって、本当にあのしゃぶしゃぶがねと、あの朝食の
日本食、まあ、ご飯と味噌汁が出るみたいですね、朝食はね。それが今まあなかったんで、まあ、ちょっと代わりにというので調整日です、はい。なんか最近ちょっと調整日が増えてきたような気がしますけど、フォーもおすすめです。なんか日本料理といいますか馴染みのあるもの食べたいなみたいな、海外になったら。このボリュームでは大満足ですね、うん、いただきます。汁まで最後までいただいて大満足ですね。この寒いフランクフルト3月中旬ほっこりしました。多分動画が流れてる時は春になってるかな。もうにあの日本はだいぶ暖かくなってるかな、うん、ということで、じゃあちょっと歩いてまたあのホテルに戻ります。フランクフルトはもういろんなお店がありますね、うん。東横に戻りましてですね、今日はですねもうゆっくりあのいたします。私なんですけれども、まあ明日ねあのフランクフルトを去るというふうに言いましたけれども、まあ今回はボゴータから、まあ、あのルフトハンズ乗ってですねこちらにやってきて、まあ、どっちかというとフランクフルトはね、まあ、あの行きたかったっちゃ行きたかったんですけれども、ヨーロッパでぜひねあの行きたいあの国が のありまして、まあそれ前回も言ったと思うんですけど、どこかあの分かりますか。まあノーヒントなんで、ね、なかなか難しいと思うんですけど、私がですねまだ今まで行ったことない国で、以前からまあね行ってみたいと思ってたところでございます。まあ、このね世界一周航空券を、まあ、使ってという形で、皆さんぜひねちょっとねあの予想していただきたいんですけど、ヨーロッパです、はい。ということですね、あの私なんですけれども、ポルトガルもねちょっとねあの行きたいなと思ってたんで、ちょっと今回ポルトガルではなくてですね、島です。もう分かりますね、うん、アイルランド違います、アイスランドです、はい。あのアイスランドにですね、あの実はですねあの明日向かう予定でございます。ということで、皆さんアイスランド行ったことありますか。まあなかなかねあのヨーロッパって言ってもですね、あのね陸続きでいろんな国行くみたいなねあの感じで、私もですねそれで旅行してたりとかしますけども、アイスランドの場合ね、あの飛行機でしかですねヨーロッパからですねあの行くことができないのでですね、まあちょっと今回ですね、まあこう飛行機あのですね移動がメインということもありましてですね、あとルフトハンザもですねあのアイスランドにデイリーではないんですけども、あの明日ちょうど飛んでて、今日とか多分飛んでないのかな、あのスカイスキャナーをちょっとですねあの見てるんですけれども、こちらですね明日のフライトはですねフランクフルトからと2便あの飛んでおりますね、うん。ということでアイスランド航空とルフトハンザ、まあもちろんねアイスランド航空ね乗れるもんなら乗りたいんですけども、あのアイスランド航空はですね大手アライアンスに加盟しておりませんので、まあ私はですねあのルフトハンザで向かうという感じでございまして、これがまあエコノミーで、まあ、ビジネスと言ってもまああのヨーロッパ内なんでね、あのそこまであのなんかねあの大型機種とかではなくてですね、12万円とか出てますけど、うん、15万円とか出てますけども、3時間50分であの行くことができます。これあの明日のフライトなんでね、もうちょっとじゃあ4月とかにしてみましょうか。1ヶ月先とかだと出てきた6万5000円とか、まあ、それぐらいでですねあの買えるみたいです、はい。まあ、こちらのですねあのビジネスクラスに乗ってですねあの私はですねアイスランドに向かいます。明日11時10分出発のフライトでございます。あのアイスランドねオーロラ、あとねなんか温泉がねあるらしいんで、ぜひあの温泉もねちょっとね浸かりたいなっていうところを思ってるんですけども、はい、あのそちらに行く予定でございまして、今日ANA から連絡があって、すみませんって言われたのがですね、アイスランドから、あの、ちょっとね、あの、また戻ってくる時のフライトがですね、ちょっとね、あの、言ってたやつがなんか取れませんでしたみたいな感じで、あの、これでどうですかみたいな感じで来てて、あ、それでも、ちょっと経由になっちゃって、あの、ちょっとね、ルートとしてはね、またあの、後で、次回以降で、あの、ちょっとそのルートっていうとかお話しするんですけども、またルフトハンザちょっと戻ってくるというですね、本当はね、別のね、あの、ところに行く予定だったんですけども、うん、まあでもね、全然あの問題ないんで、まあちょっとで、ね、じゃあそれでお願いしますって感じで話したんですけれども、いやーどうなんですかね、なんかね雪もう今ね3月のね9日なんですけれども、雪はなんか意外と降ってないみたいなんですよね。そこら辺はですね行ってからのお楽しみという感じでございまして、まあ明日ね11時のフライトなんで、じゃあまあヨーロッパ内の移動ではありますけれども、あの2時間前に空港に行くとして、9時に行くとして、もう8時にはここ出ないといけないですね。うん、あの
しっかり今日はですね、ゆっくり寝てですね、また明日に挑みたいと思います。次回はですね、アイスランド向かうですね、動画になっていると思いますんで、楽しみにしていただければと思います。では皆さん、今日はゆっくり寝ます。おやすみなさいませ。明日遅れないようにします。早く起きます。では行ってきます。アイスランド楽しみです。